東京渋谷学習センターでグラフ理論とその応用を担当している上野です。グラフというと皆さんは棒グラフや円グラフを思い浮かべるのではないかと思いますが、この授業で取り扱うグラフというのはこのような図形のことです。グラフ理論はコンピュータサイエンスの基礎として重要な役割を果たしています。この授業ではグラフ理論をわかりやすく紹介します。